こんにちは、えのき商店です。今日はメーカーズマークバーボンをご紹介いたします。最近ね、小栗旬さんが出演している CM でメーカーズマークよく見るようになったよねっていう話を昨日社内でしてたんですよ。で、バーボンサントリーさん結構推してるなと思ってて、あのローラが出てるジムビームはじめ、メーカーズマークなんで小栗旬になったんだろうね、女性向けかなっていう、女性向けターゲットなのかなというふうに話してたんです。あのバーボンってアメリカのウイスキーなんですが、ジャパニーズウイスキーとかスコッチウイスキーとちょっとね、あの系統が違うんですね。使ってる原料がコーン、トウモロコシのものが多くって、どっちかっていうとグレーンウイスキー、ライトな感じのものが多いんですね。で、スコッチとかジャパニーズウイスキー飲み慣れてる人にね、テネシーウイスキーのね、ジャック・ダニエルとかあげるとね、なんか顔しかめられたことがあってね私お酒わかんないからね、お酒のチョイスもちょっと微妙なところがあったんですが、最近ねここに入ってちょっとマシになったかなと考えております。なんかね、味わいとか風味はちょっとね違うっぽいんですね。なのでハイボールとかそういったライトな感じでね、日常使いで飲むのがいいのかなと思います。で、メーカーズマークはね、他のバーボンと違って麦も使われてます。なのでスコッチとかジャパニーズウイスキーの方で舌が慣れてる方はこちらの方から入ってみるのもいいかと思います。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。